それではですね、皆様大変長らくお待たせいたしました。今回のやって候DVD ボックスに出演されたキャストの皆さんをお呼びしたいと思います。まずは、友近ワイド劇場ではゆき子を演じられました友近さん。続きまして、同じく日野の工事財閥会長を演じられましたバッファローゴロー A さん。続きまして、日野の工事財閥娘役を演じられましたユリアン・レトリーバーさん。大学教授秋山を演じられました秋山隆二さん。いや、豪華なメンバーがね揃っていただきました。いやね、すごいですね、この4人が揃うっていうのはね、もう大スターでございますよ、この4人はね。はい、じゃあまずはですね、主要キャストの皆さんにお話の方を伺っていきたいと思います。はい、まずは友近さんですね。はい、ゆきこさん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ゆきこを演じさせていただきました、友近です。よろしくお願いいたします。はい、最新作友近ワイド劇場では、はい、殺人事件の中心人物となりストーリーを引っ張っていかれましたが、特に気をつけられていた点などはあったんでしょうか。そうですね、やっぱり土曜ワイド劇場の江戸川乱歩の世界観を皆さんでもう生々しく、そして妖艶にまた驚々しく、はい、当時のままを皆さんでちょっと再現したいなということで当時の皆さんと当時の感じをもう、はい、もうヘアスタイルとしても一緒にしてという気持ちの世界観を皆さんで、はい、相当こだわられてるね。そうですね、合間に挟まれてる VTR もだいぶ凝った VTR ですもんね。ねえ、もう子どものみたいなね、VTR でございましたが、はい、さあ、今回はですね、本当にたくさんの取材の方々がね、駆けつけていただいてるわけですよ。各局、全局来てるらしいですよ。全局、はい、本当にすごくありがとうございます、ね。いや、本当にありがとうございます。なんかね、嬉しいね。あの、こういうね、なんか、そうですか、なるほど、珍しい場所ですね。はい、これ DVD でね、これだけの記者の方が集まるというのは、はい、ね、あんまり今までで出てなかったですか。あんまりいないじゃないですかね。あ、秋山教授、なんかテレビ番組だとかそういったね、はい、ドラマだとかそういうのがあるんですけど、DVD を出すというこんだけの方が集まるから、はい、本当に嬉しいことになる。嬉しいよね。あ、お嬢様役のね、ユリアンさんも、あまりこういう場には出てくることはないっていう感じなんですかね。私はほとんどアイドルをやっていただいております。アイドルをやる、なるほど、そっからこう役者の道という。なるほど、ありがとうございます。そして、先生、ね、会長さんということでございますが。いや、まさか、僕は大阪があるんだと吉本さんの劇場を見に行ったりは一度くらいあるんだけど、まさか吉本さんの劇場でこうやって DVD を見てるのをやるとは思わなかった。ただもうこうやってカメラがあるというのはやっぱり緊張するもんですね。前逃げてないですよね。こっちばっかり持ってますね。ああ、そうなんですよ、最近。まあ、僕なんかは若い頃からお父さんに鍛え上げられたもんだから、やっぱりさすがにこうやってカメラを褒められるのついてる。まず設定を守られてるんですね、皆さんね。僕らはやっぱお父さんに鍛え上げられたもんですね。でも、本当町なんかで、ね、いつもキャメルには追いかけませんよ。僕はお笑いさん、いや、お笑いさんじゃないから、そういうのに、お笑いさん、ギャグを返さないから分かんないですよ。ただ一つ言うの、僕はお父さんに鍛え上げられたもんですよ。どうすればいいかが、やっぱり、キャメルは分かんない。キャメル、カメラに。だって、本当町で、僕はお笑いさんじゃないから、お笑いさんも言わないで、どうギャグで返せばいいか分かんないです。設定のほうが行かれるんですね、これ皆さんはね。だからもう今日はゆっことか、ゆっちゃんとか、ゆっちゃんにも任せきりで僕は。あ、そうですか。山城慎吾さんじゃないんだからね。山城慎吾じゃなくてもよく大津さんに鍛え上げられたもん。鍛え上げられた。はい、さあ、そして秋山教授も、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、秋山教授、今回の DVD、
はい、どんなような内容だったのか。いやだってこれ7時間入ってるんですよ。そうなんです、3本セットで、はい、トータルで7時間こんな DVD で7時間も入るんですよ。7時間だからあの1枚のさらに7時間入るんですよ。そう、もうたっぷりちょっともやりたいことを詰め込みすぎたっていうのもあるんですけど、ここが 3,4 年間ぐらいのことを全部活動をね、はい、そうですやってるから、はい、入ってます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、マイクですね。マイクです。あ、一応ピンマイクがあるんですけどもね。はい。クイマじゃないんです。マイク。クイマじゃないんです。クイマ。マイクでよろしいんですかね。大丈夫そうですけどね。でもあなたは、あなたは雰囲気が出るということで。リコちゃん声が綺麗だからやっぱりいろんな人に聞いてもらわない。ありがとうございます。でやっぱりこのね、DVD のタイトルはやって早漏。やって早漏。はいはい。演じさせていただいてますということで、もう本当に演じることコントをすることが好きなメンバーに集まっていただいて、やっぱりコントをすると絶頂に早く達してしまうっていう、絶頂に達するで早漏です。やって早漏。ああ早漏だ。ああそういう。あ、ええー。あ、そうなんですね。いやこっちだった。いやそう早漏。あ、そうなんですよ。やって早漏。下ネタ。めちゃくちゃやらしい言葉に感じてきました。下ネタだった。やっぱりちょっと関連付けさせてもいいじゃないですか。確かにコントにこうね、はい、演じることによって やることによって、もう一番そこで早めに達してしまうという。確かにでもあの気持ちもさ、下ネタもうセックスと同じですよ。言うな、言うな、はっきり。ねえ。私も。世界に慣れていかないといけない。何歳の設定なんですか。あとは柳ジョージさんの本当酔って揃うっていう歌も大好きだったので、そういうのはそれはそれはそれになってる。それは巻き込まないでください、はい、はい、さあそしてちょこれいろいろこれいろんな役をやられてるわけですよ皆さんね。この役は、はい、今日はこの役で来られましたけども、秋山さんもね、いろんな役をやられてるわけですね、他にも。今度もちろん、たくさんいろんなものをやっております。はいはいはい。例えば、友近ハウス。友近ハウスやっていう。サーバーをやったりだとか。これサーバーですね。サーバーをやったりだとか。いや、これ、いいですね。サーバーをね、若手の支援をやったりとか。まあ、こういうカメラマンがいたりだとか。飯尾さん、いらっしゃったりとか。これはですね。はいはい、これはなんか。この方は、はい、まあ、メディアさんが今日はたくさん入ってらっしゃいますので、ね、はい、名前を言うのはどうかと思いますが、でも、まあ、そのマスコミさんの判断でお任せしますけども、はいはい、この当時というのはちょうど、ちょうど4年前で、まあ、芸能界もいろんなニュースがありまして、うん、私がある方に似てるって言われてたんですよ。でその人のモノマネをちょっとしてるんですけど、まあ、名前を言ってもピンとくるかと思わないんですけど、はい、土地内さんです。土地内さん、ちょっと出るって役者さんの役者社長さんではなんですけど、はい、一応愛人愛人さん、愛人さん、どちらかというとだから黒い感じで赤外線で写した方がね、そうなんですよ、緑がかってる写真が、まあここからもちょっとストーリーが始まるというのもあったり、なるほど、ストーリーがここからこの方の語りから始まるとね、そうですそうです、あと朝ドラとかね、朝ドラもね。これだっていうのは本当に日本で初めて女性ピン芸人が誕生したというストーリーをやって、その半年後になるとワロテンカというあの NHK の朝ドラが始まったんですよ。あの前に私の方が先だみたいな、やられてるんですか。これはちょっとびっくりしたんですよ。ワロテンカに何かヒットがあったのかもしれないですよ、これがね。そうなんですか。知ってました、知ってたと思います。早かったね、ほんまに早かったね。早かったね。やっぱりストーリーもその時代背景も本当に似てましたし、はいはいはい、はい、そうですよね、はいはいはい、確かにあの劇場の支配人の話ですけど、今日はああそうです、でもまあ友近はいの劇場と、はい、はいはいはい、そしてこういういいですね、そのメンバーでみんなでやらせていただきました、はいはいはい、A 先生は他に、はい、他のキャラは何かされましたか。コントに言うならば僕ね、これ以外のコントやってます。ああ、そうだ。たくさんのコントがありますからね。あ、この中に。ぜひ、見ていただきたいのは、見ていただきたいコント。はい。こう、彼女にしては珍しく、はい、友近ゆき子としてツッコミのコントがあるんです。はいはい。友近さんがツッコミをされてる。はいはい。7分の V で直
仕事を、はい、ね、話させていただいたんですけど、はい、記者の方 で、はい、で私が本当に友近として突っ込んでるっていうのは多分今まで過去の人の単語でも、はい、確かにシリーズでも多分ないんですよ。たくさんのキャラを演じられてきましたけども、自分をこう演じられたって、ね、しかも突っ込んでる、ね、普通に突っ込んでくれてるのはね、はい、プレミアムですなかなかね、見れるあれではないですね。貴重です、本当に貴重です。はい、珍しい光景でしたけども、はい、あのそれがコントもありますし、はい、あったりするので、はいはい、その辺も見ていただきたいと、はいはい、そしてユリアンは、なんか、はいはい、なんか見ていただきたいコントありますか？あの私は、友近ワイド劇場を初めて出させていただいたんですけども、はい、あ、まあ、続いてるんですね。今年はでも本当にずっとこの人で、あ、ずっと続いてるんですか？はいはい、キムの子大学の娘をやらせていただきまして、はい、それ以外のコントでは、うん、友近さんと、早着替えの、あの衣装さんのコントをやらせていただきまして、はいはいはい、手が舞台俳優さんで、それに、舞台袖で待っている、はい、早着替えのコントをやらせていただきました。なるほど、全然素手は喋っていただけないんですね。なるほど、なんかダイジェストの VTR ではね、エッセスが飯尾さんをビッタするみたいなシーンもありましたけども、ね、あのワイド劇場の方で僕が全員をビッタしましたね。はい、バッチバチ大きでしたもんね。みんなもう本当に怖がってましたね。はい、でもさすが女優さんというかね、はい、もうコメディエンでも皆さん、はい、きっちりとほっぺたを出して、はい、それは素晴らしいなっていう、はい、表情でね、皆さん、すごいね。ユリアンもね、はい、なんと、あれは 何回目だったか忘れたんですけど、ヒアリが飛んでいったことがありましたね。だけどやはりこの舞台の方がそのお芝居を続けないといけませんので、ヒアリさん、ヒアリを探すということもしませんでした。本当に。なるほどね。舞台中としては。彼女は、だから、それで根性がすごい。いやいや、その音、何ですか、皆さんのその音。女優魂。女優魂がすごいという。忘れられません、あのシーンは。お父様が本当にお金のことばっかりですから。会長がね、会長、財閥の会長がね、はい、お金の取り合いでちょっとね、いろいろとこうね、サスペンスが始まるということでございますけども、あ、でやっぱりこの音楽というかね、一つ一つの音楽も完全にオリジナルで、作っていてね、そうですね、素晴らしいね。はい。あれ、これ元になっているものの音を使ってるわけじゃなくて、やっぱり、はい、いろいろ権利問題もありますから、ね。権利問題、権利問題なんで、はい、取り直してるんですか？そうです。ちゃんとあの演奏し直してます。演奏し直したの、はい、そう、あ、じゃあ微妙に違いがあるんですね、本物の、まあ、微妙にね、確かにそうなんですよ。ただそれを、ね、変にずらすとそこが話題になっちゃうから、そこもはやっぱり、皆さんにストーリーにちゃんと入ってもらうのは何は守りながら、はいはい、あ、全然気づきませんでした。やっぱりこの見てた世代のね、ルン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 みたいな方もね、はい、あれ知ってる人はかなりテンション上がっていただけるから、そうですね、確かにね、いらっしゃるんじゃないでしょうかね、うん、この中の会場の方にもね、かなりね、再現して、もうオープニング V なんかもうそのものでしたけどね。そう、あれですよね、あれ、あ、障害の劇場、はいはいはい、そうです、あれもでもやっぱ微妙に変えてますし、あ、変えてるんですか、はい、水玉の配置をちょっと変えてる、いや、そんなのでいいんですか。本気が多分こう流れるのを、ちゃんとこう流れる、いや、そういう違いは、あ、そんな違いを微妙にもうそのものは使わずにちゃんと新しく作り直してやられてるということで、権利問題は何の問題もございませんということですね。わかりました。はい、さあ、まあいろんな話も聞きたいところなんですけども、はい、はい、何かあのお二人がなんかお好きな作品があるんですか？シーンで、はい、やっぱりこのブルーワイドギッチや友近ワイドギッチの中では、はい、ちょっと私がいろんな男性を誘惑するというシーンがありましたね。でその中で、はい、やっぱりその秋山教授とはなんだかこの二人関係があるのと思わせるようなシーン、ちょっとドキドキするようなシーンがありました。ありましたね、はいはいはい、それをね、なんかまあ、あの、まあ、で VTR で見てもらうのもあれなので、生でちょっと表現ちょっと小腹すいたんで、マドレーヌマドレーヌというか、マードレーヌ、マードレーヌ、マードレーヌ、はい、いただきましょうか、どうぞ。いやー、美味しそうなマードレーヌ。ちょっといただこう。
な、なんか。いや、絶対なんかあるでしょ、本物二人。コンパなんかあるな。どういうの？いや、そんなやらなくていいです。2本目いかなくていいです。おかわりは大丈夫です。何のシーンなんですか。何か怪しいね。何かこう、そういうこと、どういう関係なんだ、本当に。本当の言えない感情を表してる。確かに、今のドラマにはない、なんか、はい、あれ二人ってっていう、あのなんか、その当時はそうだよね、はい、謎のなんだこのシーンあります、どうだったね、急に大人のシーン、トリックにしてもそうですよね、はいはいはい、やっぱりどういう演出っていうのがやっぱりすごく多かったんですよね、この時代のね、はい、トリックのシーンね、トリックシーンね、正直あれは推理小説もなかなかないトリックが今回ふんだんに、そうだ、もうこのトリックが斬新すぎまして、はい、トリックがね、一つ一つが、はいはい、まさかだから教授っていうこともね、分からなかった、はいはい、まあ、いろんな後半にものすごい大飛んでいかしてはそうですね、はいはい、本当に見入っちゃうような内容でしたからね、はい、物語としてもすごい楽しみですし、お芝居も面白いしっていうね、はい、あ、ちょっとですよ、これ最初の話稽古中はあなたマドレーヌ食べる予定なかったですよねあ、どうぞ急に決まったんですか、これ秋山さんだけ食べるんだったんですよ、いや僕の食べ方がね、なんかこう昔の人の食べ方をやる遊びじゃないですか、なんかフルボン昔食う感じ、あの昔の人がなんかこうまっすぐ食べてちゃんと上品2杯目のね、ハンさんが、ね、役者さんがね、はい、スティック状のものをこうやってハンさんのやったら上品にね、食べる、はいはいはい、急に参加してきてねやりたくなっちゃった、昔のみたいになってきて、なんか俺も張り合っちゃった、ね、そっからね、そっからですね、なんだか楽しいわっていうね、そうですね、そこの場で描写というか、それもアドリブでしたっけ、それもライブなのにちゃんと顔のアップを抜いてね、あ、そうなんですよ、面白いですよね、はい、シネマライブコントっていう言い方をさせてもらったと思うぐらい、シネマライブコント、はい、あのもちろん生のライブなんですけど、はい、うん、やっぱ細かい表情とか、うん、後ろの方にももっとリアルに見ていただきたいなと思って、なるほど、大きいスクリーンを出しまして、はい、上下にカメラを、はい、置いて、もうその場でスイッチングを、はい、ああその場でやってるんですかね、はい、すごいよ、だからじゃあセリフ言った人に合わせてもその、はい、あ、すごいです、天才的なスイッチャーさんですね、そうなんですよ、でそれで笑いがバンバン起こってましたから、はい、そうなんです、二重にこう笑いがどんどんという感じの手法を通していきます、はい、僕ら何で笑ってるか分からないですから、あ、そうですよね、はい、本人たちは映像見てないですもんね、普通に真面目にやってても笑ってるから誰の顔のアップになったらもう分からずに演じ続けてるわけですね、はい、皆さん、そうそう、あ、そんな話があったんですね、はい、それは素晴らしい気のあったチームワークということでございますけども、さあ、お時間もありますので、この辺で囲み取材の方にね移らせていただきたいと思います、はい、津田、おめでとうございます、ありがとうございます、いやもう盛りだくさんな内容だと、はい、いうことですが、友近さんが一番やってて楽しかったのはどれですか、はい、もう全部楽しいんですけど、でも、まあ、記憶にまだ新しいというのが友近ワイド劇場なので、で、まあ、友近ハウスはその、まあ、ユタがよくその当時今もやってますけどテラスハウスっていうようなものをモチーフにして、みんなで一つ屋根の下で暮らしたらどうなるんだろうっていうのでこのメンバーでやったらどうなるんだろうってことをやって、で、まあ、お二人の役割も、まあ、朝ドラみたいなことをみんなでやったらどうなんだろうっていうのがあって、このワイド劇場に関してはやっぱり昔小さい頃からこの世界観をいつか表現したいなって思ってて、いやそう、その時からそうなんですよ、小学校の時からいきなりオープニングから男と男性と女性の濡れ場から始まるドラマの劇場って衝撃的ですごいもん見てしまったって、でもすごい焼き付いてたので、でも大人になって芸人になって一人で演じるのもなってなった時にこういう素晴らしい仲間に出会い、このメンバーならなんか表現できそうだなって
でやっと実現したので、やっぱりこの芝居劇場はちょっと思い入れがあります。あ、このメンバー揃えるのも大変だったと思いますけど、はい、友近さんがお願いしたそうですね。もう本当に普段から、まあ、この人たちと一緒に何かできたら楽しいなっていうので舞台をさせてもらったりとかで、まあ、考えることとかその方向性というかお笑いの価値観みたいなものも難しいんですが、ずっと昔から感じ取っていた部分があったので、でお声掛けして、で皆さんもすごく賛同しているで、なんかもうあれと、あ、なんであっという間にネタとかも作り上げれるというか、誰もあ、そうじゃない方がいいなみたいな人はいないというか、なんか同じ空気感というか、すごく面白いです。でも今の4人のやり取り見てても、はい、俺台本が合ってないようなものなんだろうなっていう感じはするんですけど、はい、ちなみに今日は台本あったんですか？一応なんかこう役で行くのか等身大で行くのかって思いながら、でもそこも決めなんかなんとなく役で行くのかなと思いながらも、今日に関してはその探りした時のまま仕事が終わったので大体どこかで固まるんですけども、考えながら15分過ぎたみんなでちょっと探ってた感じはありましたそうですね。でもユリアさんはもう完全に入ってましたよね。もう昭和の女優さんですよね。で私もあの皆さんが等身大でされられてるのを見て、あの戻したかったけどタイミングが分かった戻したかったのね。あ、もう3分の2いっちゃうと戻せないんですね。なるほど。だから最初の戻さないそんな事情があったんですね。なるほど。あの本当にお忙しい皆さんが集まっているということで、やっぱ皆さん友近さんをリスペクトされているから集まっているのかなという部分があると思うんですが、それぞれどこら辺がその友近さんのすごいところか、 A さんからお願いできますか？別にどうだ、これ冗談なんですよ今そのままやるって言ったの？元気、本当に冗談じゃなくてね、本当にタフ、フィジカルとかも全部元気でね、そこかな、面白いは大前提で、元気で、本当にバイタリティも、もう何もかもが元気なので、うん、それでこっちがペースに、なんていうかね、ついていってるという。先導してもらってる感じが、これはでもなかなかこの世代に出てずっと元気な人ってなかなかいないので、そこは素晴らしいなと思います。元気ですよね。はい、元気だ。全地こう各地回ってるけど、終わってみんなヘトヘトなのに、もうその後夜自転車でサイクリングしてる。そう、本当に自分で45歳なんですけど、こんなに元気な女の人だったんだっていう。いや本当に夜自転車で聞いてるときはヤバいやつなんじゃないですか。サイクリング行きません？みんなヘトヘトなのにサイクリング行きません本当にライフ自体はだって4時間超えたときもあるんですよ、ね、あるんですよ。4時間超えるなかなかですよ主演で。バイタリティね。だからそこでアドレナリンが出てもっと放出したいというか、うん、気持ちになっちゃうんですよね。自転車でクールダウンまだ残ってるんですね。はい、エネルギーが残ってて、はい、で家帰ってもどうしていいか分かんないみたいな。そうです、はあ、すごいな、すごい、本当すごい。ありがとうございます。秋山さんはじゃあどこら辺が、ですね、やっぱりこの世界観をこれを形にするんだっていうまず驚き、大体こう絵なんて話で終わっちゃうはずなんだけど、これでマジで全国回ろうとしてんだって。いや、 やっぱり最初は引っ張っててくれる、いや誰かがやるって話はやらないんですけど、本当にマジでここで決まったんだってすごいですよ、このパッケージで貫くっていうのは。うん、だからそれはやっぱり素晴らしいと思いますね。これ行きましょう、それを思う、行きましょうってもう決まりますから。確かにお客さんの反応がすごいですよね。そう、ツッコミのない笑いがたくさんあるじゃないですか、お芝居の笑いとか。折れますよ、こんなの普通。普通はツッコまずに一つやってるんだから。そう、ね、お客さんはもうそれをもうすぐ反応してますから。追加公演もほんまにすぐ、急に決めるよね。追加公演とか。そうなんですよ。だからもう、いろんな地方でやりたくなるんですよね。だから今回 DVD を出す予定は最初はなかったんですけど、やっぱりもう楽しくまたこのメンバーでいてくださって、やった後も
やっぱりもっといろんな人に見ていただきたいなと思って、でもちゃんとカメラが入れてましたので、はい、それで今回 DVD を取り出そうということで3本ボックスとして出させていただいたんです、ね、すごい新しいですね、やりながらね、人、はい、カメラが端の方からバレないように映してて、はい、それをライブでライブやるのが斬新ですね。本人が気づいてないっていうね、もう誰を撮るか。友近さんのマイクの調子が悪いんだそうです。友近さんだけ持ってていただいて、はい、すみません、申し訳ないです。はい、ゆりやんさんはいかがですか。私は友近さんが尊敬しているところは、歯が切れたところです。歯が切れたところです。そんなことは見て分かることなんですけどみんなが分からないようなね、やはり同じ金芸人としまして、本当に芸人さんの幅が芸人の枠を超えているので、それが本当になくなるんですけど、非常にご自身がこれだけ戻った方がよろしい。大丈夫ですか。ここは誰の意見だ。ピン芸人としての、女性ピン芸人としての意見だからね。本当にご自身がこれだと思ったことを貫いておられるので、私もそうなりたいと本当に昔から思っています。全てです。はい、その学生の頃からね、この人の歩き方も見える。歩き方を見てる、どういうことですか。収録が始まる前にスタジオに入ってくる友近さんの歩き方を見てる。呼び込んだらいいですか。私が、それでは、収録始まりますんでね、それでは本日、出演者を呼びます、友近さん。そうなの。そうなの。ちょっとなんか跳ねる感じ、跳ねる感じ、わかります。ちょっとこう一瞬なんかちょっと恥ずかしいんですよ、なんか。カメラのお客さんもいらっしゃいますし、静かにするにはなんか服好きになるなるし、ちょうどよく動くとそうなる。おまかせするのもあれですしね。はいはい、こまかり見てる、見てますね。早いしね、キャップ開けるのも。えペットボトルもキャップ何かキャップ飲む時もそうなんだけど、で飲む時も早いな。早いな。そう、テレさんはその部分をよくつけて、意味はまた違うやつも見てるもんね。普通の開け方にしたらこう早いとかもあるんですけど、まあ、こうやってやるんですけど、友近さんの場合はそのパターンもある。握り直さない。握り直さない。いけるそれ。いけるか。いけるすごいね、1回で。なるほど、そのところまで見てる。はい、でユリアンさん、ピン芸人の枠を友近さんが超えてらっしゃるというお話ありましたけれども、ユリアンさんも先日アメリカの方の、はい、オーディション番組ですごい活躍をされてましたけれども、はい、改めていかがですか、行ってみて。本当に皆さんに見ましたよと言っていただきまして、涙が流れましたという方もおられたんですけども、ただ手首をひっくり返して裸で走り回っていただけですので。いや、すごかった。すごいよね。ジーンときました、ね、この舞台でこのやりたいことを堂々とやっているのはすごいなって。それは友近さん、そして先輩方の血筋ですので、私は基本はね、皆さんちょっとそこの部分のライン見てますけれども、その血筋を でもいつもね、友近さんのことを尊敬しているっておっしゃってるユリアンさんなんですけれども、友近さんからご覧になって、はい、今回のユリアンさんの、うん、まあ、アメリカのオーディション番組いかがでしたか。いや、まあデビューした時からネタ初めて見て、あ、同じような匂いの人というか、一緒になっている人が出てきたぞっていうのはすごい思いまして、
で、やっぱり声をかけてもらって、ユリアもなんか学生の頃からそれを見てくれてたんで、もう話が早かったんでね、いろんなことも。で、トシは結構離れているんですよね。私たち17個離れていまして、私が28なので、私が11歳なんですけど。離れてるんですか？ユリアさんのところには日本だけじゃなくて海外からも仕事のオファーが殺到しているという話を聞いたんですが、そう、どうなんですか？今だから、今結構せっかくなんで言います、実はアメリカからお仕事が一歩も来ていません。来てないんか。違うですよ。私より大事です。来てないですか？はい、いや、事務所には来てると思います。そうですよね。スケジュールがなかったりとか、いろいろ。それがマネージャーに確認したんですよ。確認したんですか？確認しました。海外の、吉本の海外の事務所があります。そちらのマネージャーさんに問い合わせますので、そのとおり。一歩も来ています。噂だったんだ、じゃあそれは。いやでも今後は俺に来るとか会いたいね。そうですよ、海外の人がいっぱい来るから、それは忙しくなると思う。通訳とかもね、なんかできた。しゃべりじゃん、しゃべりで笑い取ってる人あんま見たことないんですよね。そう、本当に。そうなんで、オリンピックに出るなら100m 男子がいる。男子性別、性別も超えてる。もうすごいね。これが男性が目指せる話ですよ。何ですか？お互い顔を。顔でつぶれないでやめてもらっていいですか？そうなんですね。だからもう最初見た時から、あ、この人とはいい仕事ができそうだなっていうのは思いました。2人で一緒にもやってますもんね。そうなんですよ、はい、テレコリね。まあ、番組でそこの部分だけまたネットで配信とかしてもらってる番組があって、自由にやってるんですよね。自由に、もちろん台本もなく、お互いがもう何か言ったらそれに乗ったりとか、まあ、ミニコントなどもね、よく言ってらっしゃるんですね。報道番組です。報道番組だな、ジャーナリズムだ。ユリアさん、やっぱり今後も海外っていうのは視野に入れてらっしゃるんですか？そうです、かなり夢は。あの、すいません、ジュリーさんです。沢田研二さんが、どだけの時に言われた時に、カードオファーです。カードオファーです。間違ったの、誰も無理だ。誰も分かんない。世代とか関係なしだよ。なんで言われないか分かんない。全然わかんない。海外も夢があるんですけど、まあ、ようよう考えたら、さっきも言いましたけど、手首を引かれたいし、体が走り回ってるだけですので、もっと友近さんとか先輩方のようにいろいろできるようなことがもっと増やして、海外に活動できるようになりたいなというのを思ったり思わなかったり。ありがとうございます。じゃあ改めまして、DVD はこの発売するわけですけど、次に友近さんがやりたいことって何ですか？これね、一つあるんですけど、一つっていうか、まあ、何個かあるんですけど、放送があるんですか？やっぱり早いですね。これでもまだ言っちゃいけないのかな、言ってたやつ。言ってたやつ、言ってたやつ、ちょっとお話しされてるんですよね。そうなんですよ。でもやるかやらないかまだ分からなくて、でも国民的みんなから愛されるアニメのお芝居をしたいなと思ってるんですよ。アニメのお芝居？ああ、ピンと来られたような感じですけど。門の方ですか？マンの方ですか？違うか。あ、ほにゃらら門か、ほにゃららマンか。いや、また違う。サンの方？サンの方ですね。サンもマンも、門もある。サン、タンもあるし、チャンもありますね。あ、じゃあ、違うけど、サンもサンもマンもモンも家族で見えるね。そうですね、ホームアニメって言われて。ああ、なるほど、もう役ももう見えてくる感じですね。えぇ、バグよ。なってちょっと分かる。ああ、なるほど。この時期からこの時期にちょっと分かる。それはそれで楽しみですけどね。見てみたいってありますけど、はい。
いや楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、いただきます。はい、いただきます。どうもよろしいですか。やかましいな。このあれ笑顔顔芸部位ですよ、なんで誰ですか。このベースを持ってる方。あ、ジロー、ジローちゃん渋いな。すごいな。どうもありがとうございます。